今日国交大型のごっこです。今回は毎週恒例業務スーパー購入品を紹介したいと思います。それではビデオスタート。はい、ということですね、毎週水曜日業務スーパーに行っているんですけれどもの購入品紹介です。まずはこちら、じゃーん、アイス。業務スーパーに行ったら必ず買ってますね。というのもアイスが安いですよね。アイスも安い。でこちらスーパーカップのミニサイズ入り6個入りで、クッキーバニラ味です。バニラ味はもう全部売れていて、でこの味が残り2個なので買いました。お値段は確か280円、そう280円で、私はバニラの方が好きなんですけど、まあまあこれも美味しいでしょう。はい、で次こちら、おいしく果実のいちご味です。でこちらは200円、これは8月の特売でした。で、オレンジといちご味が売っていて、私いちご味を見たことがなくて、スーパーでオレンジとキウイかな、オレンジ色と黄緑色のこのパッケージは見たことあったんですけど、で黄緑の方を買ったことあったんですね。でそれ美味しかったので、まあ、またいつか買いたいなと思ってたんですね。7本入りなので結構入ってるじゃないですか、本数が。それもいいなと思って買いました。うん、楽しみです。次こちら、シールドミックス、イエーイ。前回の動画、こちら前回の動画で、シーフードミックスが買えなくて残念だったっていう話をしたんですけれども、今回はパンパンに入っていたので、その商品が並べられていたので、いやもうこれ2つ買おっとこうと思って、もう使い道はあるので、やっぱり冷凍なんで、まあ、腐らないじゃないですか。なのでこう保存が効くので2つ買いました。お値段が、330円、330円です。やった、嬉しい。はい、冷凍庫入れてきます。次は白滝。こちらはちょっと量が多めかなと思うんですけれども、おいくらですか。45円、安い、特産です。でなぜ白滝を買ったと言いますと、今晩肉じゃがが食べたいと言われましたので、同居人のエッグマンに言われましたので、なのでリクエストにお答えしたいなと思って買ってきました。じゃがいもが売ってなかったので、後で八百屋さんに行きたいと思います。次、絹ごし豆腐。こちらは58円、3パック58円です。まあ豆腐があれば、まあまあまあ普通に冷ややっこでキムチ上乗せて食べたりとかするのも好きなんですけど、まあ、あとはお味噌汁入れたりとか、まあ万能なので買いました。次はこちら、しいたけ。これは5つ入っていて、これも特売でしたね。びっくりしたんですけど、49円、こんなに綺麗なのに。しいたけの半額のやつも売ってたんですよ。もう半額だったらもういくらなっちゃうのって感じですよね。だけどまあ安いので、こっちの綺麗な方を買ってきました。次、牛乳。
牛乳は168円。安いですよね。で、私の牛乳のこだわりのポイントがありまして、ここです。生乳 100% 使用。もうこれがこだわりですね、牛乳買うときの。あとは、本当は低脂肪乳がいいんですけど、低脂肪乳の生乳 100% が売ってないというか、あまり見かけないので、イオンのやつとか好きなんですけど、あまり見かけないので、はい。ここ見て必ず買ってます。次、最後になります。こちら、じゃーん。まあ、今日は水曜日ということで、お目当てのお肉買いました。で、これは88円だったかな。4切れのを買いました。こちらのお肉はもう毎回売ってるんですけど、すっごい美味しいので、買いました。何の料理を作るかはまだ決めてないんですけど、まあまあまあ、このお肉美味しいので、またなんかクックパッドとか検索して作りたいと思います。はい。今回の、まあ、反省点というか、買い忘れてしまったものがあって、それは、500ミリの水が、業務スーパーすごい安いんですね。やっぱり、今やっぱり暑いので、水分補給として、どっか出かけるってなった時に、水持ってった方がいいじゃないですか。まあ、途中で買えばいいんですけどね。なので、業務スーパーのお水を冷やして、この間100均で買ったんですよ。アルミのホルダーに入れて、ね、持ってきたいなと思っていたのに、500ミリの水を買い忘れてしまったので、次は買いたいと思います。これを言うことによって私は覚えてるので、編集するので。未来に向けて、未来の私に向けて言ってます。はい、ということでですね、業務スーパー購入品紹介でした。最後までご覧いただきありがとうございました。さよなら。